ジャニー喜多川氏による少年への性的搾取に関して NHK がついに報じました。私はこの件に関しては国会でも取り上げていたので、私なりに解説をしてみたいと思います。はい、本日ですね、16時のニュースで、はい、ジャニー喜多川氏の性的搾取、ですね。具体的には、岡本カウアンさんという方がですね、ジャニー喜多川氏が、生前にですね、性行為をですね、はい、強要されたのようなことをですね、お話ししていたということが、その内容が報道されたということでございます。前日、4月12日において、日本外国特派員協会というところでですね、はい、この岡本カウアンさんがですね、会見を開いたわけでございます。これについて、ジャニー喜多川氏に、性行為の、相手をさせられたということの内容のようです。で、この件に関してはですね、ジャニー喜多川氏が、少年性的搾取をしていたことに関してはですね、もう以前からね、報道をされているわけでございます。もう、それこそね、10年以上前なのかなと思いますが、そこまでいかないか。とりあえずね、以前からね、週刊文春などはですね、取り上げていてですね、それ裁判にもなっているわけなんですけれど、裁判の結果、ですね、その記事の、週刊文春のね、記事の主要な部分についてはもう真実と、認められていると、裁判所もね、そのような、判断をしているわけでございますが、これまでね、ジャニーズ事務所に忖度をしていた、各テレビ局、ね、NHK も含めた各テレビ局というのはですね、この件については報道していなかったわけなんですけれど、本日16時のニュースでですね、報道したということでございます。私ですね、本日、16時、その16時の時にはですね、議員会館のですね、議員用のですね、食堂というのがあるわけなんですね。で、そこですね、コンセントが、あるので、スマートフォンとか、つなげながらパソコン開いてですね、作業をしていたわけなんですけれど、その部屋にですね、NHK、テレビがね、壁にかけてあるんですね。で、それが、ついていたわけなんですけれど、その時にね、NHK が、流れていたわけなんですけれど、はい、突然ですね、このニュースが始まって、と思ってですね、本当に NHK なのかなと、思いつつですね、これまでね、しばらくね、NHK の番組ということを認識して、見ていたわけなので、間違いないなということで、私ですね、すぐ、画面の近くに行ってですね、カメラを、その NHK が報じている画面をですね、写真で撮って、その写真を、ツイッターにアップをしました。はい。ということがありました。本当にね、驚きましたね。これまでね、ずっと、地上波、少なくとも民放はですね、全く報じなかったわけですね。NHK も含めて、地上波は、全般的に報じなかったわけなんですけれど、今回ね、ついに、報じたということでございます。で、私もですね、この件に関しては、国会で、取り上げておりました。参議院の総務委員会でですね、2回、取り上げております。いずれもですね、非常に重大なことなので、公共放送として NHK は報道しないんですかということをですね、質問したわけでございます。報道しろとね、迫ったような、形というかね、そうはね、できるだけね、しないつもりなんですけれど、会式上そうなってたかもしれませんけれど、とはいえですね、やっぱり、公共放送であれば、私はね、報道するべきだと思っているわけなんですね。で、9日はですね、NHK の理事の方に、同じ質問をさせてもらって、30日はですね、はい、NHK の会長ですね、会長に質問をさせてもらったわけですね。で、会長にはですね、この件、民放各社報じておりませんが、この件 NHK が報じたらですね、はい、公共放送としてふさわしい放送に、なりうるんじゃないか、ね、国民の皆さんが喜んで NHK の受信料を払うようになるチャンスですよ、ということをね、言わせてもらったわけですけれど、ついにね、NHK が、やりましたということで、この件についてはですね、まず報道したことはすごいね、大きな一歩なので、私はその点はね、評価したいと思います。この件について、もしかすると、ね、これで幕切れ、みたいなことになるのかもしれませんが、とりあえずね、報道したことについてはね、私は、評価をしたいと思います。で、今回ね、NHK が報道した背景にはですね、いくつかあると思うんですけれど、一つはね、私が、総務委員会で、質問していたということを、どのぐらいの影響なのかわかりませんが、あるとは思います。で、次、もう一つはですね、はい、現在補欠選挙が行われております。投票日がですね、4月のね、23日なんですけれど、10日後ですね、なんですけれど、それで、我が党はですね、千葉5区と、和歌山1区と山口4区で候補者を出しております。で、この候補者にはですね、政見放送を作ってですね、流すわけなんですけれど、その政見放送の内容で、先ほどね、お話した岡本カウアンさんに、ご協力いただいて、ね、ジャニー喜多川さんに、された、性強要みたいなのをですね、その内容についてお話をしているものでした。ということで、つまりですね、今回 NHK が報じなくても、いずれは地上波で政見放送という形で出る予定だったんですね。なので、もしかするとね、これが、政見放送で先に報道される、ね、地上波に出る前に NHK はやっとくというね、決意に至ったのかという考えもできるんじゃないかなと思います。で、もう一つはですね、前日の会見ですね、先ほど少しお話ししましたけれど、日本外国人特派員協会というところが開いたですね、会見で、岡本カウアンさんが、ジャニー喜多川さんに、されたですね、性的な強要について、お話をされたということですね。で、本日のニュース内容はですね、その時のインタビューの様子がですね、報道されたわけなんですけれど、そのインタビュー、会見とインタビューの時にですね、NHK のディレクターがですね、質問をしているわけなんですね。その時に、NHK の女性ディレクターみたいですね。その女性ディレクターがですね、岡本カウアンさんにね、言ってるんですよね。我々も報道するものとして、この件は重く受け止めなければならないみたいなね、話もされててですね。で、その後、もし、この件をね、ジャニー喜多川さんにそういう癖があるのを知っていたら、ジャニーズ事務所そのまま居続けたかっていうね、質問をされて、で、岡本カウアンさんは、いや、知ってたら、多分いなかったと思います。辞めて、すぐにジャニーズ事務所を辞めてたと思います。ということをですね、言われてですね。つまりですね、民放がテレビなどでちゃんとこの件をね、早めに報道していれば、被害はね、防げたという可能性をね、示唆するものだったわけでございます。一応、岡本カウアンさん、ジャニー北川さんにはもう大変感謝しているとかね、そういうことは、お話はされておられましたが、テレビがね、公共の電波を使っていながら、民放、そして NHK が報道していなかったことによって、性的なね、被害者が増えたということについては、各局重く受け止める必要があるとは思います。あとですね、やっぱりこの件について、国会でね、それを問題視して取り上げているのは、我々、政治家女子48党だけあるというこの現実もですね、知ってほしいなとは思います。